母の祖母が資産家で、私の母は三人兄弟ですが、子供がいないので、いずれ孫の私に資産が回ってくると思うんですが、生前蔵のでいろいろ状況を満たせば自然になるし、家庭を持ったのも今少し、今少ししてほしいと言ってみたところ、あまり勇気でありませんでした。分かってもらう方法ありますかありません要するに、あの、あなたは自分が金が欲しいと言っているだけです。<laughs> 要は、あの、いろんな理由をつけて、あ、金が欲しいって言って、金をせびってるな、という以上のものではありません。<laughs> なんかその、節税になるじゃんとか、生前贈与の方がいいじゃんとかってなんかいろいろ言ってるんですけど、単にあなたは祖母の金が欲しいと言ってるのしか聞こえないので、なので、言い方の問題とかで分かってもらうとかではなく、あのもうただ金が欲しいっていうのを言ってるだけなので、それは断られるでしょって話だと思います。 なので、あの、孫が育ってきて、なんか孫がこういうのやりたいよね、学校に行きたいとかっていうので、学器が必要とか、具体的な話になれば、まだお金出してくれる可能性はあるんじゃないですかね。はい。